皆さんどうもです。どうも皆さん、風船どうも。あのサイゼリアにね、今から行こうと、今サイゼリアに行こうとしたんですよ。まあさっきの配信見てた人は分かると思うんですけど、腹減ったなと思ってサイゼリアに行こうとして外出てきたら、なんとでっかいヘビいるんですけど、何これ、動いてる、生きてる、超でかいんだけど、わかる、超でかいんすけど、めっちゃ長いんすけど、うわー、ユキリンがいる、ユキリン大丈夫、ヘビいるぞ、超でっかいんすけど、普通に結構でかいよ、長いもんだって。どこ行った、どこ行った、あれどっか行っちゃった。うわー、いるよ、いるよ、ヘビが生きてる、ほら超でかいんだけど、長いよ、うわ怖っ、わかります、ヘビ、ほら、うわ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 、めっちゃ、え、これ登れんの、こうやって、超でかいんですけど、結構でかいぞ、これ全長、全長1メートル超えてるでしょ、余裕で。これペットにしろって、いやいやいや、これ毒とかないんすか、大丈夫っすか。俺ヘビの種類とか全然わかんないんだけど、これ毒とか、毒ヘビじゃないの、大丈夫これ。あれどっか行っちゃった、どっか行っちゃった、あれどこ行った、どこ行った、あ、いる、毒ヘビではない、これ尻尾っすよね、わかります、これ、うわ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 、うわうわ、これこんなでかいの、いやまさかこれアンチが持ってきたわけじゃないでしょ、さすがに。これ尻尾っすね、生きてますから、木と同化しちゃってよくわかんないっすね、ほら、これ動いてるの、これ尻尾っす、これ尻尾、ほらちょっと木と同化しかけてるけど、結構でかいっすよ、全長多分1メートルは余裕で超えてると思う、細い、いや、あの尻尾の方っすかね、頭の方はもっとでかいっす、てか熱いんだけど、うわ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 、頭のとこどこいるんだろう、ちょっとサイゼリア行こうとしたらまさかの展開だよこれ、何これ、これ木揺らしてみるか、どうなるかな、木揺らしたらどうなると思う、これ怒るかな、木揺らしてみます、うわー、超動いた、超動いた、超上に登っていってる、超上に登ってってる、あ、痛い、ここ行けないな、うわあ、でっかい、
ここ行けない。うわ、いた、ユキリンがいる。うわ、ちょっとこれ見えにくいっすね。ちょっと待って、ここから行けるか。ここからほら見てください、これヘビっすよ、ほら。しかも生きてるからね、普通に。ほら、動いてる。なんかシェンロンみたい。なんかドラゴンボールのご飯がちっちゃい時の、なんかご飯がなんかこう、ミラクル全開パワーの時のさ、なんかシェンロンがなんか上でこう、ずっとなんかこう、泳いでいくような、あれみたい。でなんかご飯がなんかこう走っていくじゃないですか、こう走ってるじゃない、あれのなんかシェンロンみたい。いや結構でかい、全長余裕で1メートル以上ある。あ、ほら見て、顔がありますよ、顔が。怖いなって、気持ち悪いんだけど、俺結構こういうの無理なんだけど。普通に超生きてますからね、めっちゃ元気に生きてます。ほら、これ顔わかります、顔。全長余裕で1メートル以上いますよ、ありますよ、これ。超でかいですよ、普通に。何これ。保健所に連絡した方がいい。え、こういうのって保健所なの？うわ、気持ち悪い。うわ、ベロ、ペロペロペロってやってる。イジリー岡田みたいに。いや、イジリー岡田みたいにベロペロペロペロってやってる。うわ、気持ち悪い。多分ね、これ、画面上映ってないと思うけど、俺の肉眼では見えるんですよ。うわぁ。うわやばい、何これ。しかも結構でかいぞ。うわー、でかいぞ普通に。何これ怖いんだけど、生きてるんだけど怖いんですけど。これアンチの仕業じゃないよね、アンチがまさかヘビ持ってきたわけじゃないよね、これ。野生のだよね、これね。まさかアンチがこれ家に置いたわけじゃないよな。でかいな。でもこれ別に保健所とか言わない方がいいんじゃない、これ。だから このヘビ殺されちゃうでしょ、だって。保健所とか連絡したら、かわいそうじゃない？いくらヘビでも。命だもんな。で、別に毒ないんだったらさ、いたずらしないわけでしょ？人間に害ないわけでしょ？怖いけど。毒ヘビだったらちょっと話変わってくるけどさ。だってこれ保健所とか連絡したら絶対殺されちゃうでしょ？毒ないんだったらさ、別にね、人間に害がないんだったら放置でいいんじゃない、これは。そのうちどっか行くでしょ、さすがに。かわいそうだよ、生きてるもんだから。飼う、これ。このヘビにエナコって名前つけて飼います。エナコおいで、エナコ。まあメスかもわかんないですけどね、メスかオスかもわかんないですけど。エナコおいで、エナコ、ほら、あー、超動いてる、揺らしたら超動いてる、あー、早い、エナコ早い、あ、ほら、動かしたら、エナコ超早い、エナコ、ほら、あー、早い、めっちゃ動いてる、あー、うわ、あ、でもヘビって金運アップらしいっすよね、そういえば。そんなんなかった、なんか。ヘビを見ると金運がアップするとかなんとか。そんなんなかったっけ。サイゼリア行こうとしたらさ、びっくりしたよ、こんな。うわ。
てか超でかいよこれ普通に。うーわ、おー超でかい。全長推定1メートル340ぐらいあるんじゃない。うん、1メートル30から40ぐらい、多分1メートルは超えてると思うのよ全長。結構でかいよ。しかもめちゃめちゃ元気。なんかさ、ヘビってさ結構さ、まあ結構田舎あるあるかもしんないけど、なんか地面とかでさ、なんかこう夏場とか干からびて死んでるなんかようなのとかたまに見たりすると思うんだよ。たまにね、干からびて死んでるやつ、ヘビがはたまに見ると思うんだけど、すげえたまに。こんなめちゃくちゃ元気に生きてるの初めて見たかも、このでかさで。まあもうちょいちっちゃいんだったら見たことあるんだけど、生きてるの。こんな元気でこのでかさ初めて見たかもしんない。うん、うわー、なんやこれ。食べ物あげてみて、何食べるんですか何食べるんですか、ヘビって。昆虫とかでしょ多分。ネズミどこ、いやちょっとね、木と同化して分かりにくいと思いますけど、ちょっと木をね揺するとね多分動くと分かると思うんですけど、ほらほらほら、動いてる動いてる動いてる、ほらほら動いてる動いてる、ほら分かります、これっすよこれ。超でかいっすよ普通に、かなりでかいっすよ。動いてますよね。うわあ、ヘビシャン、ヘビシャンがいる。うわ気持ち悪い、下気持ち悪い、なんか。うわ